今やってみてさ、自分の重心が板のどの場所に動いたら板がどう動くっていうのは分かりませんでした？分かったでしょ？切り返すときはザーっていってるときはね、自分が思ってるより板流れない、テールが流れない、ノーズが落ちてないね、これ本当にいる場所なんですよ。板の上のどこにいるかでそれが変わって、うん、あ今これぐらい行くな、じゃあちょっと、あ、いやこれぐらい行かしたくないからちょっと止めたいな。この斜面なりに行けば、あのネットの辺に行くはず、こうやって、ね、そこからなんか、あ、どっちかにずれてったとか、テールが流れちゃうとかっていうのをなるべくなくすようなイメージ、ゆっくり体の動き感じてください。はい、じゃあもう一回行きましょう。まずやってみましょう。真似っこしてね。はい。はい、どうぞ。はい。今さっき逆になってますよって言ってましたね。あの逆の動きって一番最初にやったザーザー覚えてます？あれの延長、要するにテールを出すかどうかっていうターン、わかります？テールをどう出すかっていう体の動きなんです。でもフォールラインに向かって足を使うっていうからまた全然違うの。板全体を動かすっていうターン、この違いも絶対覚えてる。スピードが出てきたらあんな逆に体を動かすってことなんかできなくなる。やっぱスピードちょっと出てくるスクリーなんかあるでしょ。こんなに狭かったら逆張りの動きがすごく有効です。でも例えばどこだ、どこ、いつもどこしてるんですか？高須。高須はこれよりちょっと広いけど、でもまだこういう動きです。他は誰でもですか？マダラオとか、マダラオ、ああ、マダラオね。マダラオとか白馬とかニセコとか、ああいう比較的木の間隔が広いとこってどうしてもスピードが上がっていく、上がっていったわ。パウダーから曲がらないといけないわってなった時は
逆張りじゃダメ。どん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 自分が行く方に抜けてって、足だけがこう。だから大きい滑りを見ればこうやって動いてるんだけど、この中にクン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 って板はこう動いてるんですね。そういう動きができるっていうのは後者。要は板全体を使う。こういう動きじゃなくて、こういう。わかります。もう一回やりましょう。その板の動きの違いも見てください。いいですか？何が動いてる、どこが動いてる、この人はどこを動かすのかというのまでちょっと見てください。あ、下から見てもらった方がいいですね。一回ね。どうも、新平君。そう思います。はい、じゃあそうしよう。新平君の言う通りにしよう。分かりました。皆さんそれぞれ皆さんの滑り見たでしょ。この人はテール動いてる、もしくはフロントはいいんだけどヒールサイドばっかりテールが動く。なんか分かりません。みんながみんなのを見てて、僕の今どうですか。最初板動いて後半テール流れてる。この使い分けができるようになりました。こういうことも知ってくださいね。今何時だろう。今多分12時半過ぎぐらいじゃないですかね。なんか抜群に人減ったね。はい、12時過ぎ。12時過ぎですか。まだいけるっすね。もう一本じゃあ行こうか。